では今週のトピックこちらからです今半導体の重要性が再認識されていますアメリカや中国は経済安全保障の観点からも超円単位の国家支援を打ち出しまして日本でも経済産業省が半導体デジタル産業戦略を発表していますしかしかつて世界に歯を唱えました日本の半導体産業すっかり凋落いたしましたさあその理由は一体どこにあるんでしょうかあの半導体産業っていうのは日本は今 やっと LP だですとか、専業メーカーが出来上がった頃ですよねで、もうそれは5年、10年ぐらい経ちましたけど、それまでの間というのはですね、えー、いわゆるこう半導体配線と言われていた、韓国と中国に思いっきり抜かれて、しかもエンジニアまで引き抜かれて、身ぐるみ剥がされたような負け方をしている時があったわけですね、それを反省して、まあ、専業メーカーをいくつか出来上がったということなんですが。 その敗線をちゃんと反省しなきゃだめですね、なんで敗線したかとということをどうしてその時は敗線したんですか、日本はあの。その頃はね、半導体事業っていうのは、大きな会社の中の一部分でしかなかったんですね。 例えば NEC というのはもともと通信機器の会社だったんですよね。で、その通信機器の中で使う半導体を自分で作ろうじゃないかと、まあ、これは当たり前のことだと思います。富士通はコンピューターの会社でした。で、コンピューターの中で使われる半導体を自分で作ろうと、えー、東芝もそうだし、日立もそうだったわけですね。ところが本業はみんな違ったわけですね。本業は通信機器メーカーとかコンピューターメーカーで、半導体じゃなかったわけですよね。一部門でしかなかったんで。 そうしますとねあの本体がもしもあの赤字になって儲からなくなったらでかつ半導体部門が儲けていったらその儲けを全部吸い上げちゃうとかね、うん、いうことが起こったわけですだから投資が少なくなっちゃってそれに比べるとあの韓国とか、えー、中国のメーカーは半導体しか作りませんからもう、うん もう必死ひっちゃきの状態で仕事をするわけですから当然追い抜かれるということだと思いますで、日本の中でさ今後その反省を生かしてそういったメーカーというのはどんどんとこれから出てくるんでしょうか出てこなければ本当に半導体は配線すると思いますうん。これをね実はあのコングロマリットディスカウントっていうふうに専門用語で言いますはい。どういう意味でしょうか私、はい、習いましたよね、うん、コングロマリットとか、うん、トラストとか習いました の独占する企業のお話ということで中学校ぐらいですかね多分習うと思うんですが今後のマリットっていうのはいくつかの,あの事業をまとめて一社がやってますとこれはねあの昔は良かったんですが今はあの本当に非常にまずい状態つまり株価が安いんですね。例えばんえでしょうねあるメーカー電気メーカーですといわゆる原発は作ってる火力発電所も作る。 横で、えー、冷蔵庫と洗濯機も作ってると、はいうん、多くの電気メーカーそう,いうケースありましたよね。うん、ですよね。はい、で半導体も作ってるしコンピューターのいわゆるその IT もやってると。うん、でそれぞれの事業を評価すると例えば1兆円ぐらいずつの価値があるそれが5つ部門がまとまってるとそうするとそこの株が全体で5兆円かっていうとそんなことはなくて。うん これをね今後のマリットトディスカウントと言いますど,どうしてそういう現象が起こるんですか結局、あのー、とりわけその外国人投資家から見ると、はい、あいつらは悪いことしてんじゃないのと <laughs> <laughs> ほ<う>せっかく儲かった部門からお金を吸い上げるとかね、うん、それから社内でわけの分からない人事異動、うん、今まで半導体やってた人が急に、えー、通信機部門に行くとかね。ははい、はい から半導体で儲けてるくせに社長さんはなぜかあの発電所を作ってた人だったとかわけわかんないわけです、プロじゃない人たちが経営してる状態という、そして、うん、あのお金、社内の中のお金は適当にその移動されちゃうと、それはあのー、結果的にそういう会社はうまくいかないよねということで、うん、あの株価を安くなるという、そういう現象が起こってるんですね。 ということはもう部門部門でしっかり独立して、してし方がよっぽどそこの利益は高くなる。株価は高くなってくるということですかね。そうですね。うん、あの、株価が高くなると、その分だけ資金調達しやすいわけですよね。ええ、半導体なんていうのは。いかに最新の工場を延々と作るかっていう、そういう商売なんです。うんうん、もう、それ一回ずつ、工場を建てるごとに五千億円とか一兆円とかかかるわけですから。うん。 この資金を調達するためには株価が高くないと厳しいということもあって、うん、そこのまあ資金調達で、ま、でもあのそのコングロマリット日本型の電気メーカーっていうのはどんどん弱体化していったっていうのが過去の歴史でしたねまあまあそうですね他の部分からするとそこに金は突っ込めないよっていう話になるわけですよねそこだけのために。 いよとかっていういい案外ねエモーショナルな理由だったりしますよね。うん、あのお宅はそりゃいいかもしれないけどうちの部門だって助けててくれよみたたいなとこも出てきたりするんでしょう、ね、そうそう、ねうん、あのうちの部門こそ子創業だ創業の部門だとかね、うん、でそのいわゆる祖先をね <laughs> 敬わないやつは、ま、ずいや悪いやつだみたいなことになりかねないっていう人格と会社と、ね、こうごっちゃ混ぜにするような議論っていうのは結構 こう見るるんんでですすよよねねあの気持ちとしては分かもともとうちはこの部分からスタートしたんだからこの部分は再々土返しでも守んなきゃいけないっていうのはありますもんね。うん、あるんですよね、うん、これ恐ろしいことに、うんうん、ですからあの、まあ、日本の中でうまくいってる会社っていうのは子会社で全く新しいことをやらして、うん、その子会社があの分離して上場していくっていうところは、ね、意外と今までうまくいってますよね。うんうん、富士通 あれはもともと古川、えー、工業という会社の、はい、いわゆる鉱山会社があって、はい、その鉱山会社の中でモーターいいっぱい作られますよね、うん、でモータータを作る今度はあの古川電機という会社を作ったんですねこれはまた会社をバラ,にバ,ラバラにしたんですモーター作ってるうちにこれコンピューターで制御した方がいいんじゃないのっていうことになっては<ぁ>で、えー、最終的には富士通が出来上がって。 でコンピューター作ってるうちにこれあのロボットで作った方が早いわって言うんでロボットを作ったら今度は <laughs> えファナックっていうロボットメーカーが出来上がってこれ全部バラバラの会社にしていったんですねはあなるほどはい、うん、でところが多くの電機メーカーってそうやらないで全部社内に抱えちゃったっていう、うん、それがね決定的にその弱体化した理由の一つだと思いますね海外の投資家から見るとそこに対するメリットが全く持ってないわけなんですよね内うちうち中でまとめちゃうと。<laughs> だからそういう、の何て言うんですかね、あの経営そのもののやり方こそが、今の半導体、うん、日本の半導体の凋落であって、うん、技術的な問題とかではないと、僕は思ってます、うん、あのでも本当、例えばもちろん工場1つ火事になって、大騒ぎになりましたけれども、いかにやっぱり半導体の需要っていうのが、ここから先、さらに多くなってくるかっていうのは、今年改めて注目された年でもありましたよね。 そうですね、うん、僕あの、10年ぶりに新しい車に変えようとしてるんですが、はい、納車が、ね、半年遅れなんです、はいで、そんなに売れてるのって聞いたら、いや、半導体がないからだって言ってましたから、あの車の出荷にまで影響を与えてるっていうのは、これはね、あのなんとか、ね、あのしなきゃいけないと思いますよね、うんまあ、本当、ある意味、そこは宝の山ということでもあるわけですよね、そこで一つ大きなものが作れれば、作ることができれば。はい